真っ暗闇の中、野外で横たわって休む多くの人たち。今月21日の深夜0時過ぎ、富士山の9合目にある山小屋前で撮影された映像です。彼らは危険な弾丸登山を集団で行った人たちだと見られます。保温性の高いアルミ製のシートにくるまっている人もいれば、何もかぶらず体を小さく丸めるだけで横たわっている人も。聞こえてくる声は、日本語ではありません。120人前後ぐらいなんかグループで登山されたっていう、初めから泊まるような予定ではないですよね。もしそうであれば、初めからもう予約、小屋の予約をしていただいていると思いますし、迷惑どころか、だから当人たちにもね、その危険が及びますので、どの程度その辺の危険性を理解されているのか、非常に疑問に思いますね。禁止が呼びかけられている弾丸登山を強行した国籍不明のグループ。彼らがこの場所で休んでいた理由は、ちょうど御来光の時間というのが山頂から見える時間が4時半ぐらいになるので、そこで時間調整をしているような形に見受けられました。撮影時天気は晴れていて風も少なかったといいます。しかし山の天気は変わりやすいのが常です。最後の方に雷映ってるんですよ。こういうふうに野外で休憩とかを取ってしまうと、落雷がその危険性もありますし。さらに山頂付近の7月、最低気温の平年値は 2.8 度。医師は富士山特有の気温の変化に注意が必要だと指摘します。一番怖いのは低体温症になります。標高差の大きい富士山は日中は本当に汗かいて熱中症みたいになって、でそのままに行くと冷えて低体温症になるということで、最悪はなくなってしまいます。山梨県側では今年から5合目の登山道のゲートを午後4時に閉鎖するなど規制を行っています。こうした規制に一定の成果が見られる一方で、山梨県知事はさらなる規制の見直しについても議論する考えを示しました。山小屋の予約もない中で、じゃあ4時に来て頂上まで行って戻ってこれ弾丸登山になるんじゃないですかとかですね、準備不足の方の通行をお断りするような、これは条例が必要かもしれませんが、こんなようなこともですね、方策としては考える必要があるのではないか。